お疲れちゃんです。トラットです。今日はですね、にゃんこ大説をやっていきます。さあ、ということでにゃんこね、新イベントが始まりました。こちらときめきにゃんこ学園ということで、まあ卒業シーズンってこともありね、まあ学園もののねイベントが来てます。まあなんでね、そちらをねちょっと進めていきたいなと思います。まあ早速やっていくんですけども、まずこのもう背景がね、学校ですよ。これ後ろ黒板でね、なんか落書きとかしてあってね、学校生活みんなで男女でね、仲良くこう後ろの黒板で絵しりとりして、うわーそのリング何これ、ゴリラうわーって言ってね、キャッキャ言う、学校生活がね、まああった人はねいたんじゃないでしょうか。まあ僕はなかったですけどね。まあそういうのもねいいなと思うんですけども、しっかり勉強してくださいよ皆さんも。ということでスクラッチが来てます。毎週なんか弾けるみたいなんで、そう合計で約4枚そう削れるらしいんでね、しっかり毎週皆さんログインしてください。動画ね、猫が150個らしいので、まあ、僕ぐらいになるとね110個当てれないことがおかしいんですよ。そう、当たり前にね150なんで、はい来ました。よしガチででかい。さあ150個で、これでもうガチャ引けるんだね。ありがてえ、でかすぎる。でこういうのをツイートすると、え、なんとねグッズとかもね当たるっぽいので、さあ皆さんぜひね SNS 投稿もお願いします。さあ続いて僧侶もね来てます。グミ猫新キャラがね、あの買えるみたいなんで、あと缶もついてくるので当たり前に買います。さあ購入です、あざます、ごちそうさまです。さあ購入しました。まあでもグミ猫強い、強いのか、まあ、記念みたいなところはありますけどね。さあ記念に購入、まあ、この猫缶ゲットできるのはありがたい。さあグミ猫ゲッチュ、体力が高くノックバック回数が多い、まあ、普通に壁猫系としてね全然使えそう。あの他にもこの、うわー高いね、高いねこれ、高いんですけど卒業シーズンですよ。買わざるを得ない。うん。全部買います。さあ、卒業シーズンなんでね、もうシャアなしで、シャアなしで全購入です。これでね、うおーってやばすぎ。増えすぎ。いや、これやばいね。なんでもあるやん。もう経験値溢れてるし。さあ、これで後でね、もうガチャ引きまくっていきましょう。さあ、限定ステージの方もね、来てますので、こちらもやっていきましょうか。学園生活、運命を決める席替え。いや、夏、席替えとか、ある。学校ない学校とかあんのかな、多分大抵あると思うんですけど、いやー席替えめっちゃ楽しみでしたよね、マジで。まずは前の方にね行かない、行かないことが大事なのと、あとは隣の席とかね、近くに、まあ、仲いい友達とか、それこそね学校で可愛い女の子とか自分の気になってることをこう近くに慣れた時はよ、もうね転んでないってなるやつですよね。でも外れる時には先生席替えはなすかとか言いながらね、あの窓の外見ながら廊下見ながらもうね何日か何ヶ月か過ごすみたいなのねありましたけども、いや夏いですね、海を決める席替え。皆さんねどうでしたか。ほんと懐かしいですね。そうで、このイベントは30分ごとにしか挑戦できないらしいので、まあ、定期的にログインしてねやってください。続いてこちらウィークエンド告白という、まあ週末限定ステージですね。はい、こちらもやっていきます。で、まあ、チャレンジ条件がときめきにゃんこ学園のキャラクターじゃないとチャレンジできないので、ときめきにゃんこ学園イベントガチャやっていきたいと思います。さあでも僕1回しかいけないんですけど、まあこれはね先ほど挑戦したステージをこう何回もやっていければあのゲットできるので、まあぜひね何回もチャレンジしてガチャもいっぱい引いてね、はい、限定キャラもやっぱ全部ゲットしたいよねということで、とりあえず一旦1枚引いていきます。さあ何が出る、あやばい、限定が出ない、事件事件事件、出ないとやばいです。さあちょっとまたね、はい、30分経過ごとにこれ一戦できますので、こちらのステージちょっと何戦もやってラブレターゲットしてガチャのねチケットゲットしていきましょう。さあタイトル名がね本当に学園ものというかね、よく落ちる消しゴム、消しゴム落としてね女の子に拾ってもらってねっていうやつっすよね、よく聞く、そんなねうまい話ないんすよそんなねいい話ないんすよね、可愛い女の子というか女の子に拾ってもらってその子のことを好きになってとかね、そんなことがあればね楽しいっすよ学園生、学校生活、学園生活なんかあれだ違うね、学校生活ね、うん、さあこれでラブレターをゲットしたのでこれガチャ引けるよねっていう、まあこれのねサイクルですね。来いガチャキャラお願い、グッズ頼む、おお来た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 、これこれこれ、さあ限定キャラゲット食パン超えたライオンかな、さあおてんば猫ライオンです。さあ猫ライオン
そう、天板ネコライオンパーティーにで、さあ出撃と行きましょう。まあもうネコライオンしか持ってないんですけど、限定ね。逆にネコライオンいればさあ勝てますよと。告白スポットにね行ってこい。いやー、なんか可愛らしいはずのね JK が全然可愛くないっていうこのライオンちゃん。さあ行ってらっしゃい。もうネコライオンいればまあ支えが出るんじゃないっていう。まあ、やっぱね、限定キャラ、他のもゲットした方が間違いなくね、今後、まあ、勝ちやすいと思うんですけど、まあ、1体いるだけでね、十分です。さ。で、週末限定ステージクリアすると、にゃんこチケットがね、ゲットできるので、まあね、たくさんチケットゲットしていきましょうと。さあ、ということで、今回の、まあ、この学園生活限定のステージは、まあ、2種類ですかね、主に。このシーズンずっと出てる、学園生活と、あと毎週ね、はい、週末に毎回こう出てくるステージがあるので、まあ、それをね、こう、毎回しっかりやって、って感じかなと思います。まあ、限定ステージ結構簡単なので本当おすすめしますね。はい、チケットもゲットできるんで、まあ、限定ステージ本当ね結構簡単なのですごいおすすめです。はい、やってみてください。さあ、ということで超猫祭ね引いていきます。で、僕はもうねある程度持ってるんですけど、まあ、このガオーと白ダルターニャ持ってないですね。あとガルディアン、まあ、踊り子イズカ、この新キャラですね、ちょっと前に出た。まあ、この辺り狙っていきましょうか。キャスリーが持ってるので、キャスリーはいらないかなっていう感じでいきます。おい。おい、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 おい。金、うわ持ってない、持ってない、ガチ持ってない。さあ、クーですね。サルテーの、クー、炎帝か。さあ、まあ、これはね、なかなかね。まあ、超撃で1体出れば十分ですから、まあ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 、いいです。そんなもんよ。最初はそんなもんよ、十分よ、こっからよ、俺の力見せて、いいよ。で、これ金フラ出ればね、確定で攻撃や。いや、出ないかい。それね、こちら来るよ、しれっと来るよ。いきます、頼む、マジで欲しい、本当にそろそろ攻撃が欲しい。持ってないやつ、限定全部よこせ俺に。マジで来い、やばい、マジでやばい、え、やばいやばいやばい。今まで待って、俺多分今までにゃんこのねガチャン良かったんですよ。良かったからやられてるわこれ多分。俺のこの動画見て多分ラッツさん、あ、ちょっと出しすぎっすよなってて、なっててよこれ。やられてるわお願い、マジで本当に超激レア、やばいやばい、本当に本当に本当に、わー、カッパーマインみたいな、もう過ぎちゃった、持ってるやつでした。うわー、限定がコーン、あ、3000個しかない。寿司が来るね、寿司が、ホッピングうまー。うわ、来た来たけど限定ではねえぞ。まあでも可愛いんで許すね、てるんちゃん。はい、可愛い子はね許します。お、え、うん、同系統、同系統、同じような種類のね、うっさ、メルシちゃん。いやー、これはまあ、うん、まあ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 エッチなんで OK。 じゃ限定欲しいね。あー、違う、超激レアの猫祭を引いてるんですよね今。猫祭のキャラなので欲しいね、マジ欲しい。ラストです、いきます。キーフラ来い、来ない、お願い、お願い、ダルターニャとか欲しい、リンゴ、おー、やばい、うん、そう、いや結構どうだろう、さすがに今回は気弱でしたねさあ、ということで、まあ、卒業シーズンということでね、卒業された皆さんね、おめでとうございます。されてない方はね、まあ、あと少しの学校生活でね、すごい、ね、楽しんでください。ということで、チャンネル登録、高評価もね、お願いします。では、お疲れちゃんでした。